かつての名作「あの夏一番静かな海」は心を揺さぶるドラマを通じて障害を持つ若者の情熱と夢を描いた感動的な映画です。この作品は北野武監督による独自の映像美と静かな語り口が際立っています。主人公の聴覚障害を持つ少年シゲルは廃棄されたサーフボードを見つけ、一心不乱にサーフィンに情熱を捧げます。彼の努力と成長を通じて見る者は人生の困難に立ち向かう勇気と希望を見出すでしょう。さらにこの映画は音楽や自然の音だけを効果的に使用し、セリフ以上に感情を伝える存在感を持っています。そして彼の恋人である貴子との無言の愛情表現が物語にさらなる深みを加え、視聴者の心に残ること間違いありません。